どうも、ゆいみです。今日はじゃじゃん、クレームブリュレコーリバー、これを食べてみたいと思います。セブンプレミアムの新作なんですが、すごいですね、セブンプレミアムね。これもともとあったカップタイプであったんですよ。それをバータイプにすることによって、さらにバラエティに富んだ品揃えなので、セブンプレミアムのアイスっていつも品揃えがすごいですよね。というわけで早速買ってきました。で、ビターキャラメルソース&カラメルチップ入り。もうね、名前から、言葉からして美味しそうです。分類はラクトアイス、1個94キロカロリー。ということで、早速開けていきたいと思います。楽しみ。おー、なんだか、やりタイプの、ミルクレアとかと同じような形ですね。じゃあ、早速食べていきたいと思います。周りがこれが、カラメルコーティングみたいな感じなのかな。書いてないけど、おそらくそんな感じだと思います。じゃあ早速いただきます。一口目からソースにたどり着くこの素晴らしさでね、ソースがすごくとろっとしてて濃厚。カラメルチップは氷が溶けた後から味わえます。美味しい。なんだろう、クレームブリュレをバータイプにするっていう発想がなかったけど、いやマジでいいですよこれ。だって手も汚れないし、で一口でソース、プリン、カラメル、3つが一気にわっと味わえて、しかもそれがね、最初ソースが来るんですよ。その後プリンの甘みが来て、最後カラメルっていう、マジでさ、これプリンやんみたいな、クレームブリュレ食べてますやんみたいな、そういう感じ。いやもうほんと美味しいです。ただね、溶けやすいと思うので、これさっさと食べないといけないですね。表面のコーティングもパリッとしてて、食感も全体的に氷でさっと溶けるんだけど、最初のパリッとした食感が楽しくっていいですよね。いやー、いつものことながらセブンプレミアムのアイスすっごくレベル高いですね。で、カラメルチップが口の中でカリカリして、もうそれもまた食感が違ってきて、食感味ともに満点のアイスだと思います。皆さんもぜひ一度食べてみてください。今日はセブンプレミアムクレームブリュレコーリバーを食べてみました。それではまたね、バイバイ。